またしても5万円以上かけて痛いこれはい、中山です。中森です。今回は、はい、大人気、はい、ゴールキーパーグローブのレビューということで待ってました、はい、まとめてちょっとやろうかなと思ってたんですけど、うんうん、もうちょっと詳しくねやりたいなと思いまして、うん、分けようと決断しました。今日は何からいきましょうか。そうですね、これからいいですか。はい、こちらですね、ガミックを見たいと思います。ちなみに今回、うん、この撮影のためだけにグローブを5、6個買いました。またしても5万円以上かけて、はい、買っております。今回あれですよね、全部トップレンジの、はい、トップレンジのモデルを基本的に買ってるっていう、はい、なんていうの、マトゥーソキューってよくわかんないです。パームの種類がQっていうパームの種類らしいですね。ああ。そうはイノベートネガティブカットのことだそうです。ネガティブカットで内巻きの縫製ですね。それをソって言われたらちょっと僕は分かんないな。はい、分かるかって。分からんやろ。今回のはこういうようなブラックカラーのこんな感じなグローブなんですけど、実際につけていきましょう。サイズは9号です。9号。はい、9号です。狭い。最近手首があの細いの多いよね。多いね。多いですね。つけにくい。あ、でもあの今のイメージとしては、うん、ここは確かにそのきつすぎない。きつすぎない感じで、ちょっとここがブカブカしてる感じ。この手首のこの止めたところのこう内上っていうんです。ここら辺がなんかちょっとこうブカブカしてる感じがちょっとある。動かしやすくするためにあえてこう余裕持たせてるかもしれないですよね。うん、そうね。あとちょっと気になってるのは親指のところがここなんですけど、はいはい、縫い目がこう内巻きしてるんですよ。ここ三角形みたいななんですけど、この内側に縫い込んでるのが手に当たる。ああ、そうなんですね。手に当たるからキャッチングするときにちょっとしにくい。なんかすごい引っかかる。しにくそうな。ここが、うん、すごい親指がすごい気になる。フィッティングは高いっすよこれ。ここすごく細くてフィッティングは高い。親指のフィッティングが高いグローブってやっぱりかなりいい。でもここがフィッティングがちょっといまいち。中にシリコン素材があるんで、はい、入ってますあのずれにくいです、うんうんうん、で先っちょがちょっと広い。ここ自体は細いんですけど、上になるとなんかいきなり開くじゃないけど、触ってみて、若干広い。あ、確かに確かに。こう曲げるとずれる。シリコン入っててもですか。あのシリコンがね、ここら辺で止まってる。あ、本当だ。ここら辺で止まってるんで、ここないんですよ。指先ないとダメでしょ、そう考えたら。確かに、うん、指先のここがちょっとなんかあの要はなシリコンないんでずれます。だから多分あの僕はずれるっていう感覚に今なってるんだと思います。なるほど、はい、なるほど。であとはここの角って書いてなんか分かんないですけど、角って書いてますけど、ここまでパーム素材なんで、うん、こうアンダーハンドキャッチで低いボールのこうキャッチングの時にここはだいぶなんかキャッチングしやすそうな感じは、うん、はい、ありますね、うん、こっち側のそのガビックのこのちょうど分かります、この黒でされてるのはこれシリコンですかね。シリコンっぽいですね。まあパンチングゾーンでしょうねこれ、うんうん、曲げやすいよね。でもね、曲げやすいです。ウッパーしやすい、うん、なんかちょうどこのところで分かれてるからかな。このパンチングのところでちょうど分かれてるんで、うん、いいかなと。ああでもなんか手首きつくなってきた感じする。なんかきついのかな、やっぱちょっと強く締めすぎてるとか。いやでもこんなんだよ。全然普通にこんな感じなんですけど、なんかきつい感じがちょっとする。ゴムバンドだからかな全部。あ、じゃあ実際にちょっと外で使ってみたいと思います、うん、はいはい、ピッチに来ました。はい、今回のためにですねボールを買いました。よく高校サッカーで使われてるプーマのボールを使って、キャッチングをね実際にやってみたいと思います。で、グローブを洗いました。そしたら最初にこれ洗っただけなんですけど、これ見えますかね、ここのこうビシビシなってるわけですよ。すでにもうまだ使ってないです、ね、使ってないのにもうすでにビシビシになってて、洗って乾かしたらこんな感じです、ね、になりました、はあ、まあこうやって洗って実際に見てみると、うん、結構高かったんだけど、うん、すごくちょっとこう安物感っていうか、左手とかやばいもんね、もうすでにそれやばいです。最初からもうこんな風な感じでね、ほんと何も使ってないんですよ。ここなんですけど見えるかな、もうバリバリになってて
実際にちょっとキャッチングしていきたいと思います。はい、片手キャッチは。お、できます。片手全然できます。あの張り付く感じあります。ああ、なるほど。音拾えるか。ボールにペタペタ打ってる感じがあります。はいはい。左でもワンハンドできます。オッケー。手の実際の衝撃っていうか、この時の衝撃がやっぱあると。そうですね、なんか親指が痛いみたいな。手首がきつい、すごく。私でも手首きついの好きだから嫌いじゃないですね、こういうの。細いやつ僕は嫌いっす。よし、はい、痛いですよね。あ、痛い。薄い、薄い。例えば1万2000円だったらですかね、はい、1万2000円のキーパーグローブで、これは正直この衝撃に対してはあのこれはちょっと試合ではちょっと痛いかもしれない。相当痛い、痛いこれ。めちゃくちゃ痛いよこれ。そんな強く蹴ってないですけど。いや痛いよこれ、結構痛いよ。で、グリップはいい、確かにいい、うん、だけど衝撃吸収っていうと、うん、はすごくこう良くない。やっぱ多分ちょっと見えないけど薄い、うん、やっぱ薄いと思われます。あと多分グローブの耐久性は絶対ない。絶対ない。だってすでにもう結構端っこピシピシいってます。これもしかしたら例えばグラウンドで例えばビャーンってこう何度も何度も使って、うん、プレイしたら多分こんな感じだと思うんですよ。でその後にもう一回洗った時に実際にあのずっと言ってたんですけど、グリップ力がどうなのかっていうのはちょっともう一回検証しなくちゃいけないなって。使い続けてどうなのかっていうのを、うん、はい、一旦まあ新品から一度洗ったらこういうような状況ですので、はい、まあよければ参考にしてください、うん、はい、最後にチャンネル登録といいねを、はい、ぜひお願いいたします。お願いします。